知らない。一個しかもらってない。これで食べよう。ゴミ？ゴミです。はい。乾杯しますか。乾杯するためにやってます。僕もです。はい、お疲れ様です。お疲れ。いや、何を話しましょう。まず紹介します。はい。週刊オカリナマゴと今日のゲストはピアニスト渡辺翔太。こんばんは。今ピアニストって言ったんですけど、ピアニストがいいんですかね。うん、いろんな言われ方しますよね。そうだね、自分的にはピアニストでもありキーボーディストでもあるから、うん、両方でやってます、まあ、そうですね、楽器的な意味と、うん、ジャンル的なことでよくありますよね。そうだね、でもそういうわけでもないっていうね。うん、なんか俺的にはやっぱピアニストって言われるとすげえ嬉しい感じがするよね。わかるわかる。そのまあジャズピアニストじゃないですか、うん、よくフィールド的にはまあそう、ね、活躍する場所としても、うん、でもじゃなくてピアニストがいいでしょ、うん、ピアニストの渡辺翔太です来たみたいな感じ。ああ、なるほど。あるね。まあでもあのキーボードももちろん好きだから。そうですね、キーボード、うん、デジタルシンセ、だからピアニストキーボーディストのって両方あると最高だね。はしょられるけど絶対。まあね、そのライブのクレジットの時です。そう、どっちも弾きますよね。弾く。自分のリーダーライブとかはアコピも弾くし、うん、LP も弾く。そうなんですよ、うん、リーダーライブね。そうなんですよ、あります。いきなり告知会っていう。じゃあ、 あの、何ですか、リーダーバンド1個ですか。今はメインでやってるのは2つあって、うん、1個はもう2年間やり続けてる自分の渡辺翔太グループっていうのがあって、それは清水育と島田剛、橋本元気の4人で2年間やってて、で俺のオリジナルを基本的にやってたんだけど、それに今度この間初めて純子さん、歌のボーカルの純子さんが入って新生渡辺翔太グループとして、うん、今活動し始めたところですね。ね、実はあの取材に行ったんですよ。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。あれ。おはようございます。あ、めっちゃく取材です。おはようございます。おはようございます。飲までワンセットみたいな。でも食うかみたいな。アレルギーの人はね、メロン食べると歯茎が腫れるの。へえー。歯茎腫れるまではなったことないかもしれないですね。メロンとかね、梨とか。梨は全然大丈夫かな。多分だからそのアボカド。楽しかったな。ありがとう。あれは結構前ですよね。でももう1ヶ月以上前だね。時期が経っちゃった。2ヶ月ぐらいか、うん、ともう一つは、うん、渡辺翔太トリオっていうのやってて、うん、それは石若俊っていう、東京もう知る人ぞいないだろうっていうぐらいの売れっ子になってるけど、うん、もう売れっ子と言わずもうプレイがもちろん素晴らしくて、うん、俺は使ってて、でベースが若井俊也、うん、っていう2人を時から招いてやってる2つかな。そのうん、あの、 そのそれこそ俊くんと俊也くんのやつは完全になんかインプロをどこまで深いところでできるかみたいなテーマでやってて、うん、その楽譜とかリハーサルで作り込むというよりも、うん、ほとんどしない。だからリハーサルはせーので何ができるかね、うんうん、なんか荒くなっても適当じゃないっていうか、うんうん、そうそうそうそこに心があるから、うん、
こっちも汲み取って、うん、次のところに行けるっていう感じがする。うん、うん、確かに。やっぱなんかこう信頼関係があるから、うん、そうですね。それこそこうインプロビゼーションの中で、うん、こいつが絶対にここでなんかこの流れだったらもう何も言わんでもテーマに入るだろうなっていう時とか、うん、あのはい、で別にそれもアイコンタクトはいらないんだよ。そうなんですよね。かっこいい瞬間ってそこですよね。そう、もう目つぶっててもおやるぜっていう、それが当たり前にいけるっていう。バーでやったらうひょ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 さすがみたいな。親も顔だろ。そういうなんかねありますよね。その、うん、なんかねあれかっこいいですね、うん、かっこいいっていうかなんか男の子っぽい感じで。あそうだね、スポーツ男気あるね的なところもあるし、うんうんうん、あとはそうだな、なんかまあ、俺のオリジナルを両方やってるんだけど、グループでも、うん、トリオでも。それ曲一緒ですか？曲はね、書いてる、うん、トリオでもちろんお互い全部2つともすごいいいところがあって、うん、あるんだけど、まあトリオのいいところとしてはそれをいかに裏切るかみたいなところで音楽するっていうか、うん、まあ別に裏切ることがいいことじゃないと思うんだけど、もちろんその俺の頭に思い描いてた音じゃないものの正解っていうか違う正解が、で何かを起こしてほしいっていうような、うんうん、その想像できなかったこと、うん、もちろんただ違うことをやればいいんじゃないかって、そうよりいいものに、うんうんうん、そうそうそう、新しいアイディアをくれるって感じ、うん、そういうメンバー、うん、っていう感じはしますね。そう、アクションが起こる人、うん、なんか音に反応して何かをするっていう人たちはみんなすごいけど、うん、なんか音に反応することが全てじゃないというか、うんうんうん、耳は反応してもブレーは反応しないっていうかっこよさもあるし、ね、うん、あるね、むしろ違う、そっち行かないみたいな。まあ俺はこのファンとしてね、うん、聞いた感じでやっていく。いやもうそんだけ聞かれてたら怖いわ。多分俺の歴代のジャズのライブを見に行った人間の中で多分トップだと思うんですよ、回数的には。あ、よく来てくれる、うん、翔太くんのライブなんか意外と長いな、うん、ね、もう10年ぐらい経つよねぐらいかな、うん、最初はサニーサイドでやったんですよ。サニーサイドだっけ。そうそうそう、まあそうですね、まあ共通のね、あの高校生ともよくね、うん、今でもそうだけどよくバンドやってたし、そうね、なんか見る機会は多かったな。そうだね、それこそドキシーでやってたイクト君のカルテットとか、うんうん、4人ね、鈴木博之がドラムで、うん、そうだね、彼のやつはほとんど翔太君いますよね。そうだね、今あの真央君とのスカイフロア、そう、2人のリーダーのやつもそうだったし、うん、ツアーで、ね、やってたし、うん、今のね、DK タイムもツアーやってるし、はい、はい、それこそ DK タイムのあの、うん、エミクーシって最近上がった YouTube のリンクの曲があるんだけど、はいはいはい、あれは俺が書いてて、そうなんですよね、それ、編集してくれたのがまこちゃんだけどね。そうそう、あれはね、ほんとね大変な曲でした。編集する人間も。ありがとうございます。いや、割と翔太くんの曲の中では頭を使って考えた感じの曲の方が、うん、なんか今までいろんな曲あるけど、そうだね、でも結構使ったかな。頭
使ったけど、一番初めの暴動の部分とかは、うん、もう出てきたって感じ、うん、なんか途中からなんかこうだんだんなんかこういっぱい物を食べて、どんどんいろんなもの食べたくなっちゃって、最終的にデブになった誰かみたいな、うん、そんなような曲っていうか、なんかね、あれタイトルはどういう意味なんですか？あれはサハラ砂漠の一番高い山の名前なんだけど、エミクジっていうのは砂漠の山ってことは砂丘みたいな、そうそう、ああでもあのちゃんとしたもう山、はい、石と岩というか、岩というか、そうそうそう、あの木もあって、あ木もあって、へえ、調べてみよう。で鈴木宏典が「サハラ」っていう曲を書いてて、うん、でその「理系タイム用に一曲書いてください」って宏典から話が、オファーが来て、なるほど、でも何かせっかく理系タイムでやるなら、うん、それにまつわる曲意外だなっていう展開が、まあ俺の中では大きく分けて3つ、そうなんかね、まあテーマも少しドラマチックというか、まあ大きな曲だっていうか、なんか一番下に行くか一番上に行くかみたいな、まあ、本当バンドのなんか、特にライブで、ね、いつ上がってるか見てください。飲みながらっていうのがいいね。そうなんですよ。飲みながらだし、うちの番組はねタバコ吸えますからね。結構あれですよね、全然一緒に仕事しないけど、うん、結構飲みますよね。そうだね、俺多分ミュージシャン含めプライベートの友達含め、うん、一番飲んでるのまこっちゃんやな、本当に、うん、まあ頻度こそそんな高くないけど、でもなんかこう5年ぐらい前から何ヶ月に1回ペースでこう、そうですね、ちょこっとずつこう歴史を歴史刻んでいってる、確かな歴史を踏みしめていってます。焦ったりです着々と大人の会話を上げて、そうですね、気上げて、そう気づき上げてきた。そう、翔太くんはそうなんですよ、ね、まあ前回これ配信日いつでしょうか、これいつでもいいですか、いつでもいいよ、マジで取って出しでもうすぐ出していいですか、いい日曜今週とか、いいよ別に困ってるんですよ今。あ、そうなの、みんなね、そのレコ CD 発売とかで3バンドぐらい取ってて、うんうん、で、発売日が結構9月とかだから、うーん、そう、今それに向けて、そう、配信してくる、そう、困ってるんですよ今、いつでもポンと出してください。ありがとうございます、助かります。あの、先週放送分がうちのバンドで、うん、東京で収録してきたやつで、うん、笠井さんと鈴木の3人で、まあ、彼らは、まあ、ロックミュージシャンではないですよね、だけどロックバンドをやってくれてる人で、だんだんね、ずっとロックバンドの人だったから、なんかロック番組みたいになっちゃうのが別に嫌じゃないけど、
あの広く音楽番組だよってことで、うん、やっぱねロック以外のミュージシャンにも出てほしいな、うん、この翔太くん会を皮切りにちょっといろんな人行きたいですよね、うん、ありがとうございます。呼んでくれて。いやもうその最初ぐらいの感じ。まあでも翔太くんでしょ。嬉しい、ね、順番で嬉しい。そうまあ翔太くんのとのおかげもあり、恋を言ってたのもあり、なんか不思議とねジャズミュージシャンね友達多いですよ、うん、だからいろんな人出てもらいたいな。今んとこね女っ気がね全くないんですよね。おお、だっけな、ホモ番組になっちゃうな。で女性、はい、女性ミュージシャンすごい多いですからね。多いね、ジャズミュージシャンだよね。特にね近い人だとね、いきなりぶっ込むけど顔だけで音楽やってない、ね、ミュージシャンがいっぱい周りにいて、うん、いいですよね。そうだね、顔だけで音楽やってる、顔だけで音楽やってる人もいるけどね。いるんすか。裏切りました。そんな人いるのか。顔で音楽やるってかっこいいことだけど。じゃあ それいいことだ。それいいことだけど、顔で音楽をやるっていう、それマジかっこいいことだけど、顔で売ってる人もいるけどね、中にはね。まあね、いやだから顔でやってほしいですよね。そういう人には余計に顔でソロ弾いてほしい。顔でソロ弾いてほしい。一回そういう授業あったな、武藤先生。マジで最高じゃん。そのバンドの授業中にちょっとビデオ見に行こうかって言って、うん、違う部屋行って DVD か VHS か持ってきて、すごいんですよ武藤先生は。あれ誰だったかな、スコット・ヘンダーソン、うん、すごい、そうのなんか教則みたいな映像を見て、この顔やばいっしょみたいなのを1時間すごいね。ギタリストが2人そのバンドにはいて、うん、なんだろう、うん、最高でしょそんな授業。いい先生だ。いい先生、それやってくんないですからね、うん、普通は。いや大事だよ絶対。めっちゃ自由じゃんって感じ。最高です。もう音楽好きでも伝わるからね、それで。そうそうそう。わかるわ。あ、こいつ好きなんやろなみたいな。そうそう。こいつアホやなみたいな。そうそうそう。わかる。なんかそのなんかバカみたいな感じってめちゃめちゃハートを打つというか、うん、なんかミュージシャンの前にすげえ音楽好きなんだろうな。うん、ファンだなって、ね、っていうのをね見せられるとねちょっとね嬉しいですよね、うん、そういう意味では俺一番初めに音楽聴いて感動して顔で弾かされて感動したのは俺の親父なんだよね。俺もね思うところはですよね、渡辺則夫さんはねギタリストですよ。えげつない、あいつえげつないっていうか、もうこの間2人で仕事してませんでした。やった。なんかここしばらくやってなかったんだけど、うん、人は、うん、去年の今年か今年の1月に親父ん家に行って新年会した時にいろいろ話して、うん、でお前もなんかだんだん一発になってきたなみたいな、そろそろやるかみたいな感じになって、おお、すごいですね。ちょっとじゃあ今年はやるかって話になってっていう話が来たらポンポンとライブが決まって、うん、もう何回かやったんですかライブは。うん、2回やった。で、あさってかな、違うわ、3日後だ、13日にラフリーで、うん、渡辺のりゅうカルテットでまたやるんだけど、うん、その初め親父のそのドランケンフィッシュってバンドなんだけど、うん、ドランケンフィッシュのワンマンがエルフィッツオールであって、うん、それを中学校1年生の時に見に行って、うん、全曲オリジナル で、うん、でもちろん歌はなくて、うん、
で家で見てる親父と違うんだよね全然。あーステージの、そうめちゃくちゃかっこよく見えて、あーなんかなんだろうな、なんかもうこういうのはあれだけどすげえオーラがあって、うん、人としての、うん、でそれは多分気づいてなかっただけなんだけど、俺が家に入って親父を見せた時になんかあこの人すごいなと思って、うん、中1の時って翔太くんは楽器の素養的にはどういう状態だったんですか？ヤマハの音楽教室にクラシックピアノで通ってた、うんうん、ジャズじゃなかった？ジャズじゃなかった。その親父のステージを見に行った瞬間に、うん、ってからそのピアノが第二印象は権利家だったんだけど、うん、第二のピアノにすごい感動して、うんうんうん、で教えてくださいって言って、でそのちょっとからレッスン始まったんだけど、じゃあまあ本当お父さんの影響は多かったんだ。大きかった ね。まあ顔で弾くんだよねさっきの話じゃないけど、あのなんていうの幸せそうな顔っていうか。で翔太くんってあれですよね、音楽学校とか行ってないですか？行ってないね。かなり意外な多分感じですけどね。みんな行きますから、うん、俺も行ったぐらいし、うん、最初何者かと思いました。え、うまっ行かなかったんだよね。でもその行かなかったのがちょっと現場で作っその、うん、学ぶこととかが、うん、早くこの人より早くちょっと学べたのは大きいかなと思って。ああスタートは早かったでしょうね、うん、それこそあのダニーのローディーしながら18ぐらいの時にあのスイングとか、うん、キャバレルクラブ行って、うん、でその頃のあのバナダニーのバックバンドの人とそこでセッションさせてもらったりとかして、うん、アドバイスもらってみたいな、そういうのはすげえ大きかったなと、うん、そうですね、うん、その頃の話俺聞いたことないですね。いやもうずっとあれですよ、もうミッチビダニーって言われててその頃は大人とばっかり、そうあのそれこそもう今60歳から70歳ぐらいの先輩たちと、うん、その頃に一緒にやらせてもらって、うん、スイングとかだとベテランの人たちですね。ベテランの夏目さんとか、夏目さんとか加藤正史、加藤正史、みんな面白い人たちですね。いやもうあの二人は最高ですね本当に。音楽って感じがする。それこそ18ぐらいから一番初めにそのダメ出し食らったのも加藤さんで、俺。あ、そうなんですか。そう、そういうのもあれね、あの現場でやり始めたのの理由は、まあ多分当時最年少ぐらいじゃないですか。そうだね。でずっとやってるからまあ長いっすよね、ジャズクラブ。そうだね、いる芸歴だけは芸歴10代からやってる人は珍しいかな。20、21でやってる人全然いるけど、うん、めちゃめちゃ若いなってやっぱ思うし、うん、でももう20、21の時ってもう翔太くん完全にデビューしてました。デビューしてた、自分のバンドやってたし、うん、自分の曲作って、うん、リーダーやってたから、うん、でも俺らの年がすげえ豊富だったんだよね。そうなんですよね、
そうなんですよ。宮川純、そうなんですよ。高潔さゆみ、加納奈美、うん、清水育と鈴木博則、うん、をもう筆頭に、筆頭に、まあ、まあ、今成瀬明ああ下の年が下の人もね、そう、あの伊藤博里とか、あギタリスト、そう、上とかだとあの小川翔、うん、増田亮一郎とか、うん、そうなんですよ、ね、あの MI と紅葉がすごく、うん、その豊作なシーズンというか、豊作だったね、そう、あれは すごいなと思ったもんね、こんなに、うん、で今バークリーから帰ってきて、帰ってきたりアメリカに残ったりして、その名古屋じゃないところでやってる人もいっぱいいるし、うん、そうだね、うん、東京行った人もいっぱいいますよね、今の中でも半分ぐらい、今行った中でほとんど行ったの俺と清水行くとだけだよ、残ってんの名古屋守ってますか自分だってそう、名古屋守ってるね今ね、そうそうそう、今度ね番組に出てもらおうと思ってる古市くんとかも、あ世代的にはね、俺の1個下からね、そうか3つ下か俺の、うん、そうそう、なんかねたまたまね固まってるんですよ、うん、彼もいいよね、そうなんですよね、そう、俺が紅葉入った時の、まあ、学年でいうと一つ先輩で、うん、年は2個上の純くんが、うん、まあ、当時から神童みたいな感じで、うん、なんだろう、俺には凄さが分かんなかったけど、ジャズを聴いたことがなかったから、うん、有名人なんだなと思ってて、うん、でもう入ってすぐいろんな人とプレーしてたし、でまあ俺からしたら先輩だったし、すげえなと思って、うん、そうね、もうツアーとか行ってたりね、そうそうそう、で同じ学年もさっき言ったあゆみちゃんとか、うん、1年遅れたら鈴木が入ってきたりとかして、うん、みんなすげえなって感じだったんですけど、なんかそんな折翔太くんのライブ初めて見た時に、なんか遠くで俺 の中ではジャズっていうよくわからない音楽で難しいものをすごく自分と遠いところでなんか活躍して有名になってる人とは全く違う印象を最初覚えて、なんかすごく近いところでなんか同じような志で音楽をやってる人だなって思った時に、なんかジャズがすごく近く感じた、それは翔太くんのライブを見た時なんですよ。で今でもその印象は変わってないです。マジか嬉しいわそれは